続いては特捜9チームです。毎週木曜日はシリーズで明るく前向きな老後のポイントを探っています。就活で重要なポイントである相続でこれから法制度が大きく変わります。特に気をつける必要があるのが土地や建物に関する知識です。タレントの原口あきまささんを招いたクイズ形式の相続遺言セミナーです。福岡県司法書士会が開いたもので、テーマは相続登記の義務化。相続登記とは、正確には相続による所有権移転登記といいます。分かりやすく言うと、土地や建物の所有者が亡くなった場合、その名義を遺産を引き継ぐ相続人に変更する手続きのことです。この相続登記、近く義務化されるそうです。その時期はというと、では江頭2時50分さんお願いします。よーし、来たぜ、得意ジャンプだよ。令和6年4月1日からこれですからね。そこで今日の特捜Qチームは、就活とお金第11弾、相続登記が義務に、なぜ今、その狙いは。こちらの兄弟、最近父親が亡くなったそうです。どうやら遺産相続の相談をしています。親父が亡くなって遺言書もないし、残った土地と建物どうするよ。そうだよね、相続するのお母さんいないし、私たち兄弟だけじゃん、困るよね。父親が亡くなり残された土地と建物をどうするのか悩みに悩んだ末、仲良く2つに分けて相続することに決めました。でもあの土地と建物は自分は住むつもりないしな。場所が場所だからね、借り手も見つかるか分かんないし、買い手はもっと見つかるか分かんないよね。住むつもりもないし、買い手も見つかる可能性は低い。結局この兄弟、遺産は相続するものの面倒なので、土地と建物の名義は亡くなった父親のままに放っておこうと考えました。でも最近相続と遺言のセミナーに行ってきたんだけど、相続の登記をしないとペナルティーが課せられるみたいよ。え、それ本当ですか？この疑問に答えてくれるのは司法書士の梅原健さん、不動産の登記に詳しい専門家です。相続登記をしないとそのペナルティーが課せられる、はい、これズバリ本当なんでしょうか？はい、本当です。正当な理由もなく相続登記を申請しなかった場合ですね、10万円以下の過料、いわゆる罰金ですね、そちらが課せられるという可能性があります。不動産登記法の改正はですね、2024年の4月1日から始まります。この施行によって相続登記の義務化が始まります。大きな注意点としましてはですね、通常あの法律というのは施行された後からの適用というのが一般的なんですけども、今回の改正についてはですね、その施行される前にお亡くなりになった方がお持ちの不動産に対しても施行あの適用がされるというところが大きな注意点かなと思います。つまりこの兄弟のように相続する土地や建物をきちんと登記せずに放っておくと過料が課せられる可能性があるのです。そうなんだ、きちんと登記しないといけないんだ ね。でも相続登記の義務化ってなんで必要なんだろう？はい、この改正の背景にはですね、所有者不明土地問題という大きな社会問題が背景にあります。国内に広がる所有者不明の土地、その広さを知った兄弟は、そんなにあるんだ、九州ぐらいの広さってびっくりだな。就活とお金第11弾、今回のテーマは土地や建物を相続したときに登記が義務になる法律の改正です。その背景にあるのは、この改正の背景にはですね、
所有者不明土地問題という大きな社会問題が背景にあります。所有者不明の土地とは、正確に持ち主が登記されていない土地のこと。相続が発生してもきちんと登記がされず、誰が土地の権利を持っているのかがわからない、そうした土地がどんどん増えているというのです。こうした土地を一つにまとめると、日本中のですね、所有者がわからない土地というのを一つにギュッと集めるとですね、大体九州と同じぐらいの広さがあるというふうに言われております。そんなにあるんだ。九州ぐらいの広さってびっくりだな、うん、司法書士の梅原武史さんが特別に見せてくれたのは土地の登記簿です。名義が亡くなった父や祖父のままだと土地が売れないので、チェックを欠かしません。相続案件は増えてるなっていうのは実感しますね。ただ所有者不明の土地は年々拡大。梅原さんも頭を悩ませています。その弊害を聞きました。景観が悪くなってしまったり、また建物であったら朽ちてしまって壊れてしまって、でそれによって物的な損害だったり人的な損害が生じてしまったり、またその不動産を買いたいという人がいたとしてもですね、その不動産の所有者がわからないので、誰と交渉したらいいかわからないですので、経済的な活動の阻害にもなってしまいますね。この兄弟のようにきちんと相続登記をしていないと、すぐに土地を売りたいと思っても売ることができないのです。だから相続登記が義務化されたんだ。これまではですね、相続登記自体が義務ではありませんでした。ですので、そのまま放置するというケースが散見されてました。相続登記が義務化されることによって、所有者不明土地というのが減っていくというような狙いが背景にあります。この所有者不明の土地、九州ぐらいの広さというのは池田さん、驚きですね。いや本当ですね。私お盆休みにたまたま同世代の2人と話して、まさに同じ状況の話を聞きました。はいはい、以前にもお父さんは亡くなっていて、今回去年亡くなったお母さんの初盆で、それぞれ実家に帰ったんだけども、そのお父さんからお母さんに相続が、登記がされてなかったことが分かって、さてどうしたものかという話だったんですが、そういった彼らもその今後ですね、今後その罰金の対象になるということになると、それを教えてやらなきゃいけないですね。そうですね。ですので、知らないと本当に罰金が課される恐れがあるということですよね。そうなんです。さ、今回の領事と空の兄弟ですけど、相続しても登記をしない選択をしたわけですが、大きな落とし穴があるんです。登記をするには相続人全員の同意が必要になります。もし登記を放置している間に兄の領事が亡くなるとどうなるのでしょうか。池田さん、相続人の数を聞いてください。そらさん、1個4人で5人です。そうなんです。妹のそら、そして子どもたち、領事の子どもたちということなんですよね。こうなるともう大変です。手続きが大変になって簡単には売れなくなってしまいます。だから相続登記が義務化されると2024年4月以降ということなんですけど、池田さん、この動きについてはどういうふうに見てらっしゃいますか。はい、そもそも政治と行政の怠慢と言えるんじゃないかなというふうに思います。どういうことでしょう。縦割り行政という言葉がありますけども、はい、法務省の登記情報と自治体 の、 その、課税状況、情報、こういったものが一元化さ、もともとされていればこういったことは起こらないわけで、そういったその縦割りの問題というのがそのこの問題の根本にあるということだとすると、例えばマイナンバーを使って情報を紐付けたり一元化したりというようなことをすれば、この今回の制度改正プラスもっと効果が出てくると言えるかなと思います。登記とその課税情報を紐付けていくべきだということですね。まずはそういったことも大事だ。